はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、日本一巨人戦を詳しく見ている私、小山翔平がですね、思う巨人以外のセリーグ5球団のいい選手だなぁ、この選手は、というふうに思う人たちをね、各球団1名ずつ、紹介していこうかなというふうに思います。で、少し、まあ、巨人の選手ではないので、あんまり深く語ることはできないかもしれないですけども、あくまでね、僕がこう、巨人対、まあ、どこどこっていうところをね、見てて、あ、この選手いい選手だなとか、伸びてきそうやなとか、そういうふうに思う、どっちかというと主力っていうよりかは、どっちかというとあんまり今で言ったらまだあんま主力に なりきれてないな、でもめちゃくちゃいい選手だな、みたいな選手をね、紹介していこうかなというふうに思います。で、本題に入る前に なんですけど、ちょっとね、今日本でなんか台風が来るっていうね、ニュースを見まして、まあ明日のね、巨人戦ですか。巨人戦もまあ中止になったというところで、少しね、外出を控えるようにというか、ちょっと危ないと思うのでね、皆さんね、気をつけて、お過ごしください。ちょっと僕はアメリカにいるので、台風とは、全く関係ないんですけども、まあちょっと余談的な話をすると、まあこっちはですね、夏ではあるんですけども、まあ普段、日中は20度ぐらいかな。20度、21度、22度ぐらいなんで、まあ、すごく快適な、天気になっておりますと。熱中症にも気をつけて、野球観戦、していただければなというふうに思います。はい、じゃあですね、本題に入っていきたいなというふうに思います。ちょっとね、あくまで主観的に僕が、いい選手だなというふうに思う選手なんで、ちょっとね、皆さんの観点とはちょっと違うかもしれないですが、ちょっとね、言っていこうかなと思います。じゃあまずね、どっから行きましょうか。1位の広島から行きましょうかね。1位の広島から。はい。じゃあ、広島で、いい選手だなと思った選手はですね、矢野選手ですね。おいおいおい、また声もお前、矢野ベタ褒めかよっていうふうに思うかもしれないですけども、まあ、たびたびね、このチャンネルでは矢野選手、すごいなと。まあ、巨人のチャンネルではあるんですけども、巨人対広島の時にですね、ことごとくね、この矢野選手にこの守備であったりとかね、バッティングに関しても、やられちゃってるというところで、もう僕はこの矢野選手が大好きなんですね。巨人ファンではあるんですが、矢野選手が大好きなんですよね。はい。でね、成績見ていくとね、96試合、打率2割4分6厘、0ホームラン、24打点、OPS622、得点圏3割1分、で、9盗塁。で、8個9盗塁、9盗塁してるんですけども、8個盗塁士があるんですね。で、じゃあなんでこの選手を選んだかっていうと、もう圧倒的な守備範囲、圧倒的な守備力、肩の強さ、うん。で、バッティングにおいても、めちゃくちゃねちこい。もう僕、これがね、大好きでね、この選手が。うん。で、スタメンで出たりとか、出なかったりとかするときありますと。うん。で、僕は正直、もう矢野選手が出てる試合ね、ほんと嫌なんですよ。なんかやられそうで。で、盗塁とかも、なんか一回二盗されて三盗もされたような気がするんですよ、巨人戦でね。そういったところで、もうなんか、もうかき回してくるというか。でね、守備もなんかもう、えげつない三遊間のところから取って、ファーストアウトしたりとか、僕、ああいうのがめちゃくちゃ大好きなんですね。ああいうポテンシャルが、大きいというかね、強いというか。で、バッティングにおいても、まあ、パワーはそんなないんだけど、あんだけねちこくね、ボールを引きつけてファール打ったりとか、ああいうね、打撃ができる。で、ましてや、得点圏見てたらね、3割1分打ってるわけですからね。すごいですよね。うん。で、まあ、ジャイアンツで言ったら、まあ、吉川選手みたいな、感じというかね、まあ、守備範囲、まあ、もありますし、という、ポジションはちょっと違いますけども、まあ、そういった形でね、まあ、体はちっちゃい、そんな大きくない選手かもしれないですけども、ポテンシャルとか特に守備のね、守備と走塁というところも天下一品やなというか、うん。本当にね、ジャイアンツ戦で出てる際にはですね、おい、矢野出てるやんけと。おい、やめてくれよって、僕はいつも祈りながらね、思うぐらい、すごくいい選手だなというふうに思ってる選手です。はい。じゃあ次、上から行くということで、阪神行きましょうか。はい。阪神でいい選手だなと思う選手は、一人挙げるなら、僕は前川選手です。はい。まあ、これ、前川選手何年目ですかね？3年目ぐらいですよね。確か2年目か3年目だと思うんですけど、えげつないですね、バッティングが。うん。この選手はもう本当にバッティングがすごいなと思います。
で、成績見ていくと、89試合、打率2割7分4厘、3ホームラン、33打点、OPS が703、得点圏が2割5分4厘というところで、まあ僕はもうこれね、成績見てもすごいなと思いますと。もう2年目か3年目かちょっと、すみません、わからないですけども、多分おそらくそれぐらいだと思うんですけど、素晴らしい成績だと思います。で、今、阪神のスタメンとか見てると、まあ、左右によって、まあ、野口選手出したりとか、うん、前川選手出したりとかっていろいろあると思うんですけど、まあ、おそらく、まあ、今後ね、まあ、成長をしていくでしょうから、まあ、間違いなく左右関係なく前川選手がスタメンに出ていく可能性っていうのは増えていくんちゃうかなと思ってますと。で、じゃあ打撃の何がいいかっていうと、まず、下半身の粘りですよね。うん。で、特にどういうところで感じるかっていうと、遅い球であったりとか、泳がそうとするようなボールに対して、全然体勢が崩れないんですね。うん。ってことは、下半身がしっかりしてることだと思うし、しっかり ある程度間合いを取って、打ちに行ってるんで、崩されないっていうところがね、すごいなと思うんですよね。僕、まあ、巨人対阪神だけですけども、見てるときはね、前川選手の打撃を見てるときは、巨人戦だけですけども、でもそれでも、例えば戸郷投手がね、山崎伊織投手がすごくいいピッチャー、巨人いると思うんですけど、そのピッチャーの、まあ、真っ直ぐに対してもですし、真っ直ぐに対しても振り負けないし、で、変化球に対しても、まあ、崩されるときはあるんだけど、それでもワンハンドでね、ヒットゾーンに持ってったりとかいう、そういう技術はですね、もう、正直教えられてできるようなものじゃないですし、もともとね、智弁学園のときからできてたんだと思うし、それぐらいね、突出してるというか、もう技術で言ったら、ちょっと、すごいなっていう、打撃のセンスだけで言ったら、お化けやなっていうぐらいの、バッターなんでね。うん、まあ、これからもすごく成長していくだろうと思うし、まあ、この選手はまあ、おそらく3割、まあ、3割2分3分打って、ホームランも20本以上、25本ぐらい打ってっていうような選手になっていくんじゃないかなというふうに思うし、打球の強さもすごくあるので、まあ、打球の角度さえついてったら、ホームランもめちゃくちゃ増えていくんじゃないかなって僕思いますと。はい。じゃあですね、次、DeNA 行きたいと思います。DeNA で僕が一人だけ挙げるとするなら、いい選手だなと思う選手は、山本選手です。はい。山本選手ね。キャッチャーの山本選手です。はい。すごく、DeNA ね、今年で言ったら、まあ、正捕手になるんかなっていうぐらい、まあ、試合に出場してますし、非常に、素晴らしい、選手だなと思いますと。で、成績見ていくと、90試合で2割9分3厘、3ホームラン、27打点、OPS が705、で、得点圏が2割9分5厘というところで、打撃に関してもすごく、成長していると。成長というか、もともと良かったのか、それはちょっと、あんまり詳しいところはわからないですけども、素晴らしい選手ですと。で、じゃあ何がいいのって、山本選手。で、僕が見てる限りでは、まずインサイドワーク、素晴らしいです。はい。僕よく配球のことを一丁前に語らせてもらうじゃないですか。で、まあ、いろいろあるんですよ。うん。まあ、僕はね、対巨人の時しか見てないので、あんまり詳しく言えないかもしれないですけども、でもやっぱりこう対策を練ってね、配球してきますと。特に、山本選手が思う、巨人で言ったら、まあ、例えば岡本選手とか坂本選手とか、そういう主軸の選手いた、丸さんもそうですけども、丸選手とかもそうですけども、そういう主軸の選手に対しての配球っていうのが、もう完璧に、考え抜かれてる配球をしてると。1打席目、例えばストレート見してと。2打席目、例えば変化球だけでいってとか。で、3打席目はそれをミックスさせてとか。で、4打席目は次、またストレートに戻ったりとかね。そういうような、もう完璧に組み立てて、やってるんで、非常に、配球に関してもいいキャッチャーだなと思いますと。で、キャッチングというところに関してもね、めちゃくちゃ正直上手いなと思ってて、すごくフレーミングというかね、今、流行りじゃないですけども、非常にこう、審判がね、アンパイアがストライクというふうに言いたくなるようなね、フレーミングをしてるなと思いますし、DeNA 戦でね、巨人対 DeNA で、おい、そこボールやろみたいな感じで、僕、テレビの前で吠えたことあるぐらい、フレーミングが上手いキャッチャーなんで、非常に素晴らしいなと思います。で、打撃に関しても、今成績見ていきましたけども、打率は2割9分3厘言ってるんですね。だから、すごいと思います。正直、こんだけ成績出してるんだったら、WBC に日本代表にね、選ばれていくと思いますし、もしかしたら、その WBC でも、正捕手を張っていくぐらいのポテンシャルというか、実力があるんちゃうかなっていうふうに思いますし、本当にね、いいキャッチャーだなっていうふうに、本当に DeNA 戦でね、見てて思いますと。はい。で、次、行きます。ヤクルト行きます。はい。ヤクルトで、一人挙げるなら、いい選手だなという思う選手は、
岩田選手です。はい、岩田選手来ました。岩田選手来ましたね。あれ岩田マジでっていう風に思われた方いらっしゃるかもしれないですけども、僕ね、ちょっと衝撃を受けたプレーがあったんですよ。この間、対巨人で。巨人対ヤクルトでね。ファインプレー、東京ドームだったと思うんですけど、ファインプレーを2個ぐらいされた試合があったんですよ。2個かな？うん。で、あの時に、まあ、岩田選手って左投げ、左打ちじゃないですか。で、本当に、松本哲也さん、うん、まっちゃんとか言ったらあかんけど、松コーチ、を思い出したというか、本当に、えぐいなと思ったんですよ。まあ、さっきの矢野選手じゃないですけども、この選手はマジで守備でお金取れるというか、もうえぐいっす。足も速いし、で、守備もえぐいと。で、僕はそんな他のね、ジャイアンツ以外の試合はあんま見てないんですけど、昨日もね、ホームラン打ったっていうところで、非常に素晴らしいバッティング、もしてると思いますし、まあ、成績見ていくとね、70試合で1割8分3厘、1ホームラン、2打点、OPS508 というところで、あんまり良くないんですよ。良くないんだけども、でもこの選手はね、この足とね、この守備力っていうのはちょっとエグいっすよ。エグい。本当に、すごい。うん。まあ、確かに、みんなね、打撃成績を見がちじゃないですか。やっぱり、ま、大事だし、それはわかるんだけども、でも、この選手っていうのは、本当に僕は素晴らしいなと思うし、この守備範囲と、この足の速さと、でね、バッティングもね、もしかしたら、というか、ここから経験してったら、もっと良くなっていくと思うんで、これはね、使った方がいいと思うし、これ、この選手が育成で入っててね、うん、そっから試合に上がってっていう選手なんで、余計ね、本当に松本コーチみたいな感じで、本当に頑張ってほしいなと思うし、この間のファインプレー2つされたのは、ちょっとね、鳥肌立ったというか、僕はそれぐらい、すごいなって思う選手でした、この選手はね。はい、で、最後いきます。最後、中日いきましょうか。はい、中日で1人挙げるなら、田中選手です。田中美希也選手ね。はい。成績見ていきます。95試合で1割、打率2割1分6厘、2ホームラン。18打点、OPS536、得点圏が2割3分5厘、2割3分1厘というところですけども、まあ、この選手もね、僕のちょっと好きな、好き嫌いが出てるのかもしれないですけども、守備の選手なんですね。守備とか走塁の選手。で、やってて、対巨人でね、見てて思うのが、めちゃくちゃ考えて野球やってるなっていうふうに思うんですよね。で、どういうところにそれ現れるかっていうと、すごく細かいところなんですけど、やっぱり、例えばね、この、中日からしたら、例えばね、こう、ランナーを貯めていきたいとか、いろんな場面あるじゃないですか。で、簡単にね、初球打ってヒットっていうのもあるんだけども、やっぱりある程度ね、こう、耐久というか、見て、相手に球数投げさせて、で、ここぞというところに、逆方向に打ったりとかね。で、一回ホームラン、名古屋かな？名古屋でホームランも打たれたと思うんですよ。確か田中美希也投手ね。そういったこともありますし、非常にね、大学時代、アジア大学だったと思うんですけど、田中選手ね。僕一回、僕巨人の3軍にいるときに、一回アジア大学と試合したときに、田中美希也選手が2年生かそれぐらいのときに試合したんですね。その時からめちゃくちゃいい選手で、足も速くて、守備も上手くて、で、バッティングもめっちゃ良かったんですよ。で、そういったところで、この選手めっちゃちっちゃいけど、めちゃくちゃセンスあるなと思ってて、で、その選手が中日に入団して、でね、まあ今出たり出なかったりとか、まあいろいろありますけども、でもこの選手はね、ほんと野球 IQ というか、野球の方がすごく、ありますし、打撃で、例えばホームラン30本打ってとか、そういう選手じゃないですけども、まあ、いろんな意味でね、守備もそうですし、走塁とかもそうですけども、そういったところで中日を変えていけるというか、雰囲気を変えれるような、僕は選手なんじゃないかなというふうに思うし、僕も中日戦をね、ずっと見てるわけじゃないんで、ちょっと あんま何度も言えないですけども、でも本当に、今ちょっとチーム状態ね、中日あんまり良くないですけども、でもやはり、若い選手はね、これが頑張っていかないといけないと思いますし、これぐらいね、いい選手なんで、気持ちはね、自分がキャプテンじゃないけども、自分が引っ張っていくぐらいの気持ちでもやっていいと思うんですね。うん。一人一人でそうやってやっていくっていうのが大事だと思いますし、田中選手はね、絶対できると思いますから、そういったところで、いろいろ制約であったりとか、チーム状況とかあるかもしれないですけども、田中選手が思う野球というかね、野球感というか、そういったところを存分に、中日でね、出していってほしいなというふうに思います。はい、そんな感じで今日はね、ちょっと、いつもと違うテイストというか、お前巨人の選手褒めへんのかいっていうところなんですけども、今日は、明日ね、試合が中止だったりとか、いろいろね、
あると思うんで、ちょっと今日、いつもと違うテイストというか、他球団の選手についてもお話していこうかなというふうな感じでね、このような動画を撮らせていただきました。はい、まあ、皆さんもね、いろいろ他球団の選手について思うこともあるだろうし、あ、この選手いい選手だなとか、この選手なんかゆくゆく、なんか巨人を脅かしてきそうな選手だなとかいうふうに思う選手いらっしゃると思うんで、ぜひね、コメント欄で教えていただけるとね、嬉しいなというふうに思いますし、僕もチェックしたいなというふうに思いますから、ぜひね、皆様これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日終わってきます。じゃあね、バイバイ。